猫です。あとさ、ちょっと今さ、お休みしてるけど、とある女からちょっとこんなものが届いた。5期生のねね先輩からこんなのが届いたよ。世界一あてしラジカセ届いたよ。ラジカセ届いたよ。誕生日おめよう。使ってラジカセ、これで世界一面白いラッパーになれるよ先輩より。ちょ、肩に担いどこ、これ肩に。プレゼント持ってきたよ。プレゼント、どうぞ。ラッパーといえばラッパー、ラッパーといえばラッパー、これも必要なんじゃないかなって。1分で書いてないの。クオリティよ。似合うかよ。そしてヘッドホンとなれば、あとは一つ。で、これなんで透過してないの？ねえ、おい先輩だぞ、そんなこと言っていいんか。しかもでかいよ。やっぱね、ラッパーといえば黄金のネックレスでしょ。じゃらじゃらよ、じゃらじゃら。お誕生日ありがとうだよ。ありがとうだよ、ソルちゃんだよ。なんなのこの。すいません、今日はこういうノリでちょっと行かせていただいているもので、本当すいません。何も持ってきてないんだよ。いや、いいんです、これは勝手にみんなが持ってきただけなんで、もうこれ以上はちょっとまずいですね。ちょっとなんか書こうと思ったんだけど間に合わなかったよ。いいんだよ、いいんだよ、もうこれいっぱいいっぱいだよ。画面がおかしなことなってるよ。ありがとうだよ。ありらりらー